ラジ,オジです5月19日分の日本株個別銘柄チャート分析そして解説です。5月20日水曜日1時59分かなり遅い時間になっておりますけどねやっていきたいと思います。えー、まずは、えーえー、日経人気の先物の,の今の動きですけど。 横ばいちょっと調整気味ということですね。こんな感じ。これ5分チャートです。今、1個前に映してた日足ですね、えー。10時半にアメリカが寄りついて、最初売りで反応して、ちょっと戻して、また横ばいということでね。これ5分チャートの一計225です、えー。そしてニューヨークダウはどうかっていうと、ニューヨークダウンも同じような感じで横ばいしています。えー、ただ多分、 と、これね、えナスダック100なんかはね、まあ、あと、上に動いているってわけですね。これナスダック100の5分チャートです。S&P500 も割と強いですね。なので、ニューヨークダウン以外は割と強いんですけど、まあ、S&P もそう、大差たないか。ただ、ニューヨークダウンよりちょっと強いよね。S&P500 の方がね。まあ、こんな感じで動いているんですが、まあ、日経とかに一番連動しやすい のはニューヨークダウなんですが、ニューヨークダウはちょっと調整気味、これ5分チャートです。ニューヨークダウの日足はこんな感じです。まあ、日経平均の冷やしに移変えるとね、まあ、よく似てるなっていう感じがしますね。で、このね、2万500円っていう日経平均の最近のレジスタンスまで来たところでさ、さあ、 明日以降上に行けるのか、それとも調整が入るのかっていうところなんですけどね。まあ目先は上がりそうな感じなんだよね。明日も強いんじゃないのと思うんですけどね。まあ2万1000目指してとか、あるいは100円200円上がるとか、まあ下がる多少の調整もあるかもしれないんですけど、今はね、だからまあこれ、ここで行くと 5MA のね2万100円ぐらいがサポートラインなんでね。で2万500円レジスタンスラインなんですけど、 今日超えてるんでね、ちょっと今も500円超えてますから、えー、上に行って2万1000目指してもおかしくないし、目先は上がりやすいチャートになっていますということですね。ただ、まあ、ここから上を、えー、指数を直接買っていくのは危なかしいということで、まあ、僕のおすすめというかね、えー、こういうトレードはどうですかっていうのは、えー、強い銘柄の押し目を買ったらどうでしょうっていう話をね、しているわけなんですね。 で、今日、メインチャンネルでね、あんまり細かくできなかった、えー、個別銘柄、強い銘柄のね、解説を少しやっておきたいと思います。で、今日取り上げたのが2127日本 M&A っていうね、この会社なんですが、これね、そんなに週足はそんなに強いわけじゃないんですが、 ここへ来てね、今のこの状況の中で、えー、危なくなってる会社がいっぱいあるわけだよね。で、そこで、これ週足なんですけどね。そこで、えー、ここの会社の出番が来たということで、結構ね、堅調に、えー、推移しているわけですよ。株価がね。で、五1五五点て5月15日に決算あったんですが、その後も伸びてまして。<laughs> で、ただ、この4000円近辺っていうのはね、高値、 なので、これ抜けていけるかどうかのね、今、瀬戸際にあるわけなんですよ。で、そこまで強い動きになるかどうか、4000抜けていくね、強い動きになるかどうかは、ちょっとまだ定かではないんですが、この辺りのね、緩やかな上昇と比べて、このあたりっていうのは、去年の年末ね、この時も強かったんですけど、と比べると、今のえこの上昇は、もっと勢いのある感じに見えるんですね。 ただまあ、こういうところでね、これ多分決算が悪かったのかな、ここね。えー、ドカッとこう、大きく落ちたりしていることもあって、そんなに安定的に稼げる、稼いでいる企業ではないんですけど、まあ、今、需要があるということで、旬の銘柄の一つで強い銘柄に入れております。で、えー、これはまあね、今こう、短期の回収グナルがここで出ているんですが、スキャスにね、 順張りの買いシグナルが出ているんですが、えー、やっぱり4000円のね、これ、レジスタンスがやっぱり意識されると思うんで、ちょっと降りてきたところで買って入ったらどうかということで、3500とか、えー、まあ、もうちょい上、3600とかね、そのあたりでもいいかもしれないんですけど、3500円ぐらいから買って入ったらどうかっていうことですね。ただこれね、あの、 えっと100株単位なんですけど一気にあの何百個も,も買うんじゃなくてとりあえず100株買ってでその後はねまあ500円とかね千5 0 0円とかねこれぐらい離してえ買い増しをしていくみたいなね感じがいいと思いますえまあ3000もうちょい広く取った方がいいと思うな2800円でもいいんですけどえこれね もしかしたら、降りてくる、降りてしまうかもわからないんで、そうだなぁ、2800円。で、この決め方なんですけど、これはね、チャートを見ながらね、この開きの決め方なんですけど、チャートを見ながら、あり得る値段で、えー、効果のある値段で決めていきます。では、2800円にね、買い増しラインを入れれば、えー、3500プラス、 2 8 0 0る2で3,150円のところに買いの平均値が来るわけなんですけどそういったところを狙っていくということですね。まあ一気に買っちゃうとどうしようもなくなるん、ね、で、えー、落ちてくるとねどうしようもなくなるんでその辺りは少しずつということです。 もしかしたら結構大きな調整もあるかもしれないので、広めに取ると。例えばね、これ、こういうあたり入れても3000円で取っても3250円までしか、あの、買い値が落ちないわけですよね。なのでっていうことです。2700円でもいいんじゃないかと思うんですけどね。そうですね。このぐらいに。 まああのここにもう一つの買いポイントをね置いてまず3500円で買ってもう一つこんな感じあるいはもっと下げて買い始めてこの辺からね200円から買い始めてえそしてえもうちょいこれを下げていくみたいなね形でもいいしまあ,あの慎重に構えればねどこまででも買い値って下げられるんですけど <laughs> はい。 まあ一応3500円のところ、そして2700円のところにセカンドの買い写真を置きます。まあ100株ずつね、買っていく。あるいは100株買って落ちたら200株買うみたいなね。そうすればさらに買い値を下げることができます。まあね、あのー、こういうトレードやるときってね、うーん。 まあ、ここから買って入る。で、上がればもうすぐ利食いでいいわけですよ。だけど、ここから買って入って、逆行したときに、まあ、すぐ損切りっていうやり方もあるんですよ。それでもいいんですけど、すぐ損切りっていうやり方を、まあ、僕も昔やってみたんですが、それやってると、損切り損切りでお金なくなっちゃうんだよね。<laughs> お金なくなっちゃうんね。で、もちろん、こうやって、あの、難品、買い増しをね、前提に持っていくっていうのも、今度は資金がたくさん必要になってくるんでね。 僕はまあ、あの資金効率よくするために、えー、信用取引を使ってましたけどね。まあ、その他にも、えー、今日ちょうどメインで紹介したみたいに、IG 証券とかの、えー、個別銘柄のね、株の CFD を使って、レバレージ5倍かけていくっていう手もあるし、あ,あの、G、IG 証券の個別銘柄なんかね、これ M&A があるかどうかわかんないんですけど、あると、多分あると思うんですけど、 えー、まあ、すごく安く買えるんで、えー、小さい単位で買えるんでね、でレバレッジもかかるんで、ということで、割と重宝しますし、ミニ株とかね、いろいろ手があるので、いろいろやってみて、自分が一番馴染むやり方でやるといいと思います。まあ、こう、えー、35万買って、また27万買うって、100株100株でやった場合ね、結構でかいんでね、えー、まあ、僕はちょっとこういう35万、27万みたいな、ねえー、買い方はね、 信用取引でやっても、まあ、その3分の時ぐらいかかるんで、えー、なかなか厳しい部分があるんでね。ホールドしてて逆行してくるとね。そのあたりはね、えー、いろいろやり方を検討していくといいと思いますね。あとは自分の手持ちの資金にもよるよね。多分、多くある人だったら、35万と27万だったら、ちょっと物足りないかもしれないすごく単位の投資資金がある方はね。から、100万円の投資資金の方だったら、 ちょっと足りないかもしれないし、信用取引使ってもね、100万円で3500円100株、2700円100株って買ったら、えー、ね、結構お金かかっちゃうんで、60万、20万,20万ぐらいはかかっちゃうんでね。そうするとあんまりあと買えないじゃんみたいな感じになってくるわけですね。なるべくあの投資、分散投資した方がいいんでね。そういう意味で、えー、いろいろ工夫してね、信用取引。信用取引はね、よくみんな怖いって人いるんだけど、そんな怖いもんじゃないです。 ただ、信用取引で過剰投資になると怖いんですよ。で信用取引を上手に使う限りは怖くないんでね。いろいろなやり方があるので、その中でいいものを見つけてほしいと思います。日本 M&A は3,500円くらいから買っていいんですが、えー、まあ、もっと慎重に200円から買うとか、えー、もっと下げるのを待つとかでもいいんですけどね。はい。 まあ強い銘柄に一応今日グルーピングしておきました。えー、それからデジタルアーツは本当強いんでね。ただね、あの、ストップ高した後の値、ね、動きとしては、そんな強いわけでもないわけよね。で、こう降りてきたときに7000円というのはこれね、あの、いわゆる僕が言うゼログラム、ゼログラミティのポイントに近いんで、で、ここで止まって、 で、上がることってあるんですけど、エントリーポイントではないんでね、本格的な。だ本当に、えー、エントリーをしっかり見極めていきたい場合は、えー、もっと下げたところで、25MA の下に入ってくるまで待って買うとかね、まあ。いろいろやり方あると思います。で、ちょっと日本、M&A に戻りますけどね、えっと、例えばここ、ストキャンスの買いシグナルがぴったり出てるでしょ でここもストキャスの回信ナルがぴったり出てるんですね。でここにもストキャスの回信ナルぴったり出てて、今何日か上がっているんで、ストキャスティクス非常に有効なんでね、533で今パーセント %K 表示せずの D と SD を出しているっていうやり方なんですが、えー、これストキャスをね、使っていくと良いのかなと思います。えー、そしてデジタルアーツの方なんですが、えー、これもね、 えー、ここの回シグナルとか、ここの回シグナルとか、ここの回シグナル結構ね、しっかり出ているんで、まあ、これ、ここから、ここで出ちゃってるかな。そうですね。ですけれども、出ているんでね、これ今後もね、ストキャスティクスの回シグナル。まあ,あの RSI っていうのはね、あの強弱見極めるのにいい指標なんですけど、えっ、ー、とピタッとこうね、回シグナルが出るわけではないんですね。 でこういうとこ、例えばここで買ってもあんまり儲からずに逆行しちゃってるんですけど、すぐ売りシグナルが出てね。逆行しちゃってるんですけど、こうやって買いシグナルが出て、上がらなくても売りシグナルが出ちゃったらこれ損切りだよね。損切りシグナルなんで。で、また買いシグナルで買ってみました。で、ここまで来たらもう売っていいっていうね。で、この買い、売り、買い、ここで売りみたいなね、トレーニングができます。これでぐちゃぐちゃなっちゃった時ってだね。 シグナルはっきりしなくなっちゃうんでね。こういうところは使えないんですけどね。まあ、そんな形で、ストキャスの外シグナルなんかも参考にしつつ、えー、この後下がるのを待っていきましょう。ということですね。はい。こんな動きになるとね、ストキャスにこういうところで外シグナル出るんですけど、うーんとね、この場所っていうのはね、あんまり良くなくて、もうちょいね、こういう風うに降りてきてからの、 こういったところの方が買いとしてはいい場所になるんですけどね。まあ、あの、ただ、あの、こういう上昇トレンドの銘柄がこう崩れてきた時ってね、割とそのままね、弱くなっちゃうこともあるんでね、なかなか難しい部分があるんですけどね。で、上昇トレンドのこういう、こういう銘柄を一番早く買うとしたら、5 m a で買っちゃうんですよ。で、ここでもう買って、で、上がったらもう売るみたいなね、そういうやり方もあります。で こう落ちてきたらもう切るみたいなね、やり方もあるんですけど、あんまりこれはね、勝率高く望めないんです。で、えー、ただ、今こうね、7、えー、RSI の14と9がね、共に75の上にあるじゃないですか。こういう時って実は、こう行きやすいんですよ。明日どうなるかわかりませんけどね。こういう時って、こう行きやすいんですよ。これにかけて買っていくっていうのは難しいんですけどね。 なので RSI の9と14が共に75オーバーしてるんで明日はこう行きやすいんですけどねどうでしょう <laughs> ということで20日のねまた終わりで見て考えていきたいですけどね、えー、それからもう一つだけネクソンゲームの会社ですねこれは実はストーキャスに売りシグナルが出てるじゃないですか,かここから買うのはどうよって話ですねでこういうふうに落ちてきて えー、こんな感じでこう来ればこういったところで買いシグナル出てくるんですけど1900円あたりだったら買えるかもしれないよねっていうチャートになっています今はダメですねこれ売りシグナルなんでねこの売りシグナルまあ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 当たってっかなん <laughs> でこの買いシグナルまああんまり当たってないこの銘柄に関してはねストキャスのとの相性が良くないっていうか ストキャスの買いシグナルがあんまり当たってないって <laughs> あるんですよこうやってあとストキャスにもあの相性があってこの銘柄は相性が良くてすごいよく当たってるよねでもこここの銘柄ダメだよねってなってどっちかっていうとこれネクソンの場合は売りシグナル の方が多分信頼性が高いのかなぁと思うんですね。かあと場所も大事でね、やっぱりこういった高い場所で出てくる売りシグナルっていうのは結構ね、信頼性が高いんですけど、そうじゃない、こういう売りシグナル、こういう低い位置で出てくる売りシグナルで、ね、買いもそうなんですよ。買いもできるだけ低い位置で出てくるはっきりした買いシグナルは結構ね、信頼性が高いんだけど、ここを出てますけどね。 信頼性高いんですけどうーん、割と中途半端な位置で出てきている回シグナルなんかはちょっとね、信頼性高くないと。で回シグナル出たんだけどまたぐちゃぐちゃしちゃったらもうこれ一回切るみたいなね、ことも、ス、えー、キャス使う上ではね、重要なんですけど。まあ、今ここで売りシグナル出てますね。 えー、まあだからあ、売ってみてもいいかもしれませんけど、これはちょっと調べてみないと、売りができるかどうかちょっとわかりませんけどね。ちょっと調べてみましょうかね。売りができる銘柄かどうか。よいしょ。えー、ちょっと調べてみますね。えー、っと、ネクソン三3 6 5 9は、売りできます。できますね。はい。できますんで、 まあ,あ短期で言うと、もしかしたら売りかもしれないような値動きではあるということですね。で、売る場合なんですけど、えー、売る場合ね、これも無防備に売らずにですね、できるだけ、えー、明日売るんだったら、もうね、2150円とかね、えー、あるいはね、えっと、一番いいのはね、この辺ですね、2180円。 この辺で売るのが一番いいです。つまり、ここの高値のところのを狙っていくんです。あくまでも。で、この高値のところを狙って売っていけば、これ売れれば、まあ結構楽にね、あの利が乗ると思うんでね。えー、空売り、もしする、空売りやるんだったら、5、1、9ですけどね。えー、まあ、本来は買い、 銘柄ただあ、短期は売りかもということでね、えー、ちょっと書いておきますけど、本来は買い銘柄なんですけどね、短期は売,る売りかもということで、えっとそのもし売るんだったら、ここですね、2180円なんかで売れるといいかもしれません。う 空売り、えー、まあ、トライ、トライ、トライというか、まあ、どうしよう。<laughs> 空売り、検討、シグナル。空売り検討ですね。はい。それも、これ、日付書いてみましょうかね。空売り検討、えー、5、1、9。ということで書いてきますけれども、 まあそんな、まあ短期で言えばね、2180円。だから、ここに刺しておいてね、まあ、薬状しなくて、こう、降りちゃったら、まあ、しょうがねえな。で、うまく引っかか,かれば、これで売っていくわけですよ。そうするとね、割と早くにリグイができる。で、リグイポイントなんですけど、空売りやった場合のね、2000円ぐらいですね。ここが一番早いですね。これはどういうことかっていうと、まあ、ゼログラビティですね。この辺までは降りてくる可能性があるので、 一応ね、えー、こんなトレードができるかなと思います。えー、ということで今日、えー、メインチャンネルの動画でねあげた三銘柄についてちょっと詳しく解説しておきました。まあ、なかなかねメインチャンネル今もまだ動画が長い長いって言われるって <laughs> あの言われるんですけどね言われるんですけどねまあ長いって言われても あの例えばこっちのサブチャンネルの動画で長いって言われる言われればそれはごめんなさいって感じで結構ダラダラしてるけどねダラダラしてるからそれはごめんなさいって感じになるんですけどメインチャンネルの場合はねあの本当に、えー、無駄を省いて解説してるんでねそれで長いって言われるとうーん,うーんまあ早送りしてみてください <laughs> 言うしかない <laughs> そんな感じになっちゃうんですけどね。 ということで今日はたった3倍から、えー、日本 M&A、えー、そして、えー、デジタルアーツ、えー、そしてネクソンに関してね、それぞれ、えー、買いポイント。でネクソンの買いポイントはまあ、1900円ぐらいですね。あ、これもちょっとだから書いといた方がいいね。買いポイントです。5.19ですね。はい。 でその他ねあのダラダラ解説のレギュラー銘柄ですね、しばらく解説してないうちにいろいろ動きもあるので、また明日以降取り上げたいと思いますけど、今日はこの3銘柄ね、強い銘柄、押し目が買える銘柄、中でもね、ね中でネクソンは売りも検討できるかもみたいなチャートということなんですけど、えー、そういった銘柄をちょっとピックアップして解説しておきました。えー ということで、またメインチャンネルに1日2本、そしてサブチャンネル3本ぐらいね、動画上げていければと思っています。えー、ご期待しないでください。<laughs> できるかどうかわかんないから。ラジオアジでした。まあ、できるだけやるつもりです。ラジオアジでした。